市原栄治の原万歳この秋、晩秋まで咲き続けるプルンバーゴルリ祭り、インディカを紹介いたします。それではどうぞ は、原英二の花万歳今日はですね秋らしいお花見つけましたまあねあのー、今日は何をするかと言いますとじゃーんいいでしょうこの色もう花もかわいいでしょこれ何を言いたい何を言いたいかと言いますとこれ瑠璃祭なんです実はこれプルーンバーゴプルーンバーゴの仲間の えー、これはねインディカという種類なんです朝の園芸さんから出てますいうのねいやー僕ねずーっとこれ好きでねあのー、毎年出たら買ってるんですけどなんかこの秋もいいなーと思ってね今年久しぶりに買ってみましたで結構ね花は早いんですけどあのどん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 咲いてくれるんでね 今日はこのルリ祭り、インディカっていうかね、えー、プルーンバーゴを総称,称,称して今日は喋っていこうかなと思います。えー、今日はですね、えー、プルーンバーゴ、えー、ルリ祭りっていうお花をやりたいと思います。えー、その中でもこれ今回はインディカっていうね、さっきに紹介したのはインディカっていうこの、えー、ルリ祭り、えー、このプルーンバーゴのね、 プルンバーゴの,あの赤っていうかオレンジというかあのそういったお花を今日は紹介しました、えー、プルンバーゴといえばねやっぱり水色なんですよ、えー、後でね現地取材してますのでそれを最後に見てもらうんですけど、えー、プルンバーゴって大体ね、えー、どこ産かと言いますとやっぱりお花のメッカ南アフリカ原産なんですみ南アフリカ原産の宿根草 だだと思ってくださいそしてこれ、あのー、割とね関東伊勢あよりこっちっていうかねあの僕ら、えー、関西とか、あのー、もしくは九州でもそう四国でもそうなんですけど実は出婚しますあのー、このプルンバーグ瑠璃祭は出婚するんですそして切り戻し今日一番大事なことを言うともうこれがもう ルリ祭りの育て方の基本なんですけど、花が終わったら切ってほしいんです。例えば、これ、ルリ祭りね。これもうたい花終わってきてますよね。これもう花ね、あの、また枝は出てますが、ここでポンと切るだけ。もうこの作業、花がもうだいたい終わってきたら、どん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 切っていくだけ。もうこれで、下から枝がボーンと出てきたり、見てください。これほら、二つに分かれてるでしょこうやって。 花が終わったら切ってまた切ってほらどん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 枝が出てきてるでしょこれもう切り戻しが一番大事なんですほったらかすとこんだけ枝がボンボンボン,ボン出ませんのでこのインディカに関してはまあ普通の青,青い方もそうなんですけど花が終わったらバン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 と切っていくだけ、まあ、これがねあのルリ祭りをたくさん咲かせる方法なんです ただ、放任でも、ほったらかしでも、すごい咲きます、えー。今回取材行ってきた、ルリ祭りのところっていうのは、もうめちゃくちゃ綺麗かったです。えー、なんちゅうのかな、それがね、これの基本なんです。そして、ただちょっとこのね、赤いルリ祭りっていうかな、この、インディカの方は、一つだけ欠点があります。えー、これは、従来の青いルリ祭りに比べて、ちょっと と温度が必要なんです。5度以上必要なんです。だからね、僕これ、あえてこれ、あの、今日はこの、こういうね、ブリキに植えてますけど、あのー、このインリカは鉢植えで育てた方がいいと思います。で、あのー、ルリ祭り自体はね、もうね、ブワーブワーって現地のやつ見てもらったわめっちゃ大きなりますし、逆に言ったら垂れ下がるのも綺麗しね。 あの、瑠璃祭りは本当おすすめの一品。そして切り戻しや、その温度によってはね、春、夏、秋と、えー、3回咲きます。えー、それがね、これの魅力なんです。そして、あの、これね、なぜ、これ見てください、この花形がいいでしょうあ。ちょっと揺れるな、これ。見てください、これ。ほら。花形がね、なんとも言えん花の形してるじゃないですか。 これのブルーもそうなんですけど、まあね、ほんと、なんとも言えんね。あの、見てるだけでもう素晴らしいね、色合いじゃないかなと思います。見てください、これ。めっちゃ綺麗でしょこれ、僕も、これでね、もううっとりしてます。あの、これ、プルンバーゴのインディカ見た時、衝撃受けました。あの、ブルーでも綺麗なんですけど、あの、この時期ね、まだ、 あのブルーも綺麗しし、この時期にこの真っ赤な瑠璃祭りっていうかな、インディカ、最新の瑠璃祭りなんですけど、これ見てうっとりしましたんでね、えー、ぜひね、おすすめの一品です。で、今買ってもらって、冬はと、えー、ベランダでやるとかインドアに取り込んでもらったら、来年も咲きますので、えー、ぜひね、このプルンバーゴ、おすすめの一品です。えー 今からね、えー、現地取材、観光しますので、最後にそれを見ながらね、あのいろいろと解説したいと思います。いやー、本当ね、綺麗でしょう、こういった形でね、瑠璃祭りプルンバーゴね、ずっとさ垂れ下がってきます。 もう発色がね、この瑠璃玉っていうかね、瑠璃色というかね、ほんと綺麗でしょ。そしてね、えー、アプチロンとかね、あのー、いろんなものがね、こちら、あのー、なん言うのかな、植えられてね、えー、様々なお花でコラボレーションされてました。やっぱりね、水色はね、何の花にでも合いますね。はい。こういった形、ずーっと、そしてね、これをね、 えー、結構ね、花が終わったら切り戻していただいたらね、結構咲きますのでね、えー、頑張ってね、あのー、瑠璃祭りもし育てられるようでしたら、えー、おうちに一品、こんな綺麗なね、水色がね、えー、咲きますので、えー、一度は植えてみてはいかがでしょうか。青い方も晩秋まで咲き続けます。それではね、今日はね、 この瑠璃祭りを見ながらお別れしたいと思います。